じゃあ、オリンピックからの2018年の新製品、スーパーアルジェントになります。ブランクスには、高強度の、ブランクス T1100G を使っております。で、2番のこのバットからベリーにかけてはグラファイトクロス WX というものを使ってまして、こちら先の1番ベリーからトップにかけてはスーパークラファイグラファイトクロス LV というものを使っております。でこちら今回はスーパーアルジェントに関してはこういう分割した3ピースの分割になっています。でこういうふうに分けられるので、持ち運び自体もかなり便利になりますし、なおかつこの3分割にしたことによってもこのバット近くにジョイント部を持ってくることによって2ピースと同じような綺麗な曲がりを実現することができます。はい。でラインナップとしては、943の ML と、983の M と 1033M の3種類をご用意しておりますのでぜひよろしくお願いいたします。今回のスーパーアルジェントなんですけどもこの一番機種としては大きい 1033M ですね。このサイズでものすごく実は軽いんですね。軽いんですけども、先ほど説明がありましたように T1100G というのを全部に使ってますのでかなり強度的には強いです。でどちらかというと、スーパーアルジェントという括りは、シーバスっていうところの国なんですけどもどちらかというともうよりパワーのある平鈴木ですね、こういう釣りで使っていただいたらもうベストだと思います。まあ、先日ちょっと、平鈴木と丸の、8畳馬ぐらいのちょっと釣って、試してみたんですけどもかけて竿を立ててるだけでもう実際こう魚がねぐっと寄ってくるぐらいの、秘めたパワーを持ってると思いますね。で何よりもねこの軽さゆえに、杭が悪い時はどうしても小さいルアーを使いたくなるんですけどもキャスティング性能が素晴らしくいいです。で、まあ、リールも軽いこともありますけども、一日中振っててもですね全く疲れない。でやっぱりちっちゃいそのロッドワークの小技で魚をこう、食わせることができるような竿ですね。ただぐりぐりっと巻いててそのバンとかかったっていうんじゃなくていかにこう、意識しながらですね水面を意識しながら食わせるともうそれに特化した竿としては非常に面白い竿が出来上がったなと、思っております。